けにまつわる都市伝説。はい、こんにちは。のぶや本店ののぶです。何やらおどろおどろしいオープニングで始まりましたが、今日の動画別に怖い話ではございません。じゃあ何なのかというと、もう何十年も前から日本中の方たちの間で語られ続けているあの都市伝説の数々をですね、この道34年ベテラン理容師の私のぶがバッサバッサと切り込んでいく、そんな企画になっています。ちなみに今回の話、長年の理容師としての経験、そして私のぶの実体験に基づいたお話をさせていただきます。なので、科学的根拠はどうなんだ、データを示せとかいうめんどくさい人はこれから先絶対に見ないでください。絶対に見ないでください。そして若干の下ネタも含まれております。そういったジャンルがあまり得意じゃないという方は、今すぐこの動画をそっと閉じることをお勧めします。ということで、これから先お話しする内容、私のぶは一切の責任を取れませんので、エンターテインメントの一つとしてお楽しみいただけたら幸いです。ということで、いってみよう。ではここからですね、何十年も昔から日本中で言い伝えられている毛にまつわる都市伝説。毛というのは、この髪の毛もあれば、体の毛もあれば、ヒゲもあります。おそらくあなたもほとんどの都市伝説、確かに聞いたことあるわーっていうものばっかりだと思います。これを一個一個私のぶの見解をお話ししたいと思います。繰り返しになりますが、めんどくさいツッコミは無用です。ご勘弁を。そこのところご理解いただけた方だけついてきてください。では一つ目、白髪は抜くと増える。増えません。これね、抜くと増えるんじゃないんだよ、増えてきたから抜くんだよ。以上。わかめを食べると毛が増える。増えません。はい、絶対増えません。もしわかめを食べるぐらいで髪の毛が増えるんだったら、この世の中に薄毛で悩む人っていうのはいなくなるはずなのよ。この手の話っていろいろあって、飲むだけで痩せるとか、着るだけで腹筋が割れるとかあるでしょ。世の中そんなうまいことないから、こういう時ね、ちょっと考えてみてほしいの。もしそれが本当だったら、そういう人ってこの世からいなくなっちゃうよね。ここを考えれば、それが嘘か本当かすぐわかるから。わかめを食べても髪は増えません。ただわかめには栄養がたくさん含まれておりますので、いっぱい食べましょう。次、毎日黒ごまきな粉を飲んだら白髪が黒になって生えてきた。ないです。これはね、実際に私のおばあちゃんがっていうコメントをもらったのね。なんでもそのおばあちゃんは、白かった髪が黒ごまきな粉を飲むようになったら、根元からこう黒い毛が生えてきたと。すでに生まれてしまった白髪はそのままなんだけど、根元から黒い毛がぐーっと生えてきた。おばあちゃんが白髪だった髪の根元から一斉に黒い毛がぐーっと生えてきたというのは嘘ではないのかもしれないんだけど、それと黒ごまきな粉とは関係ないと思います。考えられるのは、例えばそのおばあちゃんが何らかの病気でお薬を飲んでました、そのお薬をやめました、それと黒ごまきな粉を飲むタイミングが偶然重なってたとかね、何かその黒ごまきな粉とは別の要因と重なって、まるでそれを飲んだことによって根元から黒い毛が生えてきたように感じた。これが俺の見解です。もし本当に黒ごまきな粉で白髪がなくなるんだとしたら、これもさっきのワカメの話と同じね、このように白髪で悩む女性は一人もいなくなるはずです。つうか、そもそも俺が黒ごまきな粉っていうものが何なのかよく分かってないけどね。赤ちゃんの時、一度丸坊主にするといい毛が生えてくる。言うよね、みんなね。これ、生まれたばっかの赤ちゃんね、男の子でも女の子でも一回坊主にした方がいい毛が生えてくるよと、綺麗な毛が生えてくるよと。なわけはないでしょ。髪の毛っていうのは、そもそも皮膚の下で作られて押し出されてくるものなのね。もう出てきてしまったものを切ったり剃ったりしても、その下で作られてるもので質が変わってくるわけだから、丸坊主にしたからっていい毛が生えてくるってことはございません。ただこの言い伝えが広まった理由はよくわかる。生まれてきたばっかりの赤ちゃんっていうのは、その時生えてきた毛はヘニャヘニャの細くて柔らかい、なんか頼りない毛が生えてるでしょ。あれを一回丸坊主にしてリセットする。あれをなくさなくても、下からはいい毛が生えてきてたのに、なくすことによって、まるでそのことでいい毛が生えてくるみたいな錯覚を起こさせる。だからなんだよね、ヘニャヘニャな髪の毛残しとくと、根元からいい毛が出てきてても、もともと生えてるヘニャヘニャな毛の方が存在感があるから、いつまで経ってもヘニャヘニャみたいに見える。これダメージヘアと同じ原理なんだよね。傷んだ髪をそのままくっつけとくと、すごく全体が傷んだように見えるんだけど、一遍切ると傷んでない毛だけが残るから、すごく髪の毛が綺麗になるじゃない。これのもっと極端なやつなんだよね、一回丸坊主にしちゃうっていうのは。なので、赤ちゃんの髪を一回丸坊主にするといい毛が生えてくる。ない。中学生の時、3年間野球部で丸坊主にしていて、引退した後髪を伸ばしたら髪質が変わっていた。
はい、これもさっきの赤ちゃんの話と全く同じです。これもだね、まるで丸坊主にしたことによって髪質が変わっちゃうみたいな、そういった錯覚を起こしてるだけ。人はね、赤ちゃんから老人になるまで常に髪質っていうのは変化してるのね。特に赤ちゃんから赤ちゃんじゃなくなるとき、子供から大人になるとき、して大人から老人になるとき、大きく分けるとこんな風に体っていうのは変わっていくわけだよね。当然髪の毛も質が変わっていく。そしてこの中学生という最も体に大きな変化が生まれるその3年間ずっと丸坊主にし続けてると、あんな短い髪ではね、髪質がわからない。だから小学生の時サラサラヘアだったのに、中学生になって部活をやって3年間坊主にし続けて、3年ぶりに伸ばしたらクセっ毛になってた。またはその真逆ね、クセっ毛だった子がまっすぐになってた。これは別に坊主にしたからそうなるんではない。坊主にしてなくても徐々にそうなってた。でも坊主にしない限り、こうすでに生えてる髪の毛の根元から徐々に変わっていくから、その変化が分かんないんだよね。たったこれだけの話。以上。次。女性のお顔は剃ると濃くなる。ない。これは白髪を抜くと増えるっていうのと同じで、抜くと増えるんじゃなくて、増えたから抜く。それと同じように女性のムダ毛も、お顔も、剃ると濃くなるんじゃなくて、濃くなったから剃る。これだけです。もし本当に剃ることによって濃くなるんであれば、毎月剃ってる女性がこんなになっちゃうじゃない、こんなに。こんなになっちゃうでしょ。体ももう毛むくじゃらになっちゃうはずじゃない。でもそれがないっつうことは、剃っても濃くなりません。ただしだよ、自然に抜けたり生えたりしてるサイクルの髪の毛ってのはね、先っちょがちょっと細くなってるのね。で、剃ったり切ったりすると断面がこうスパーンとまっすぐに切られるから、とんがってないのよ、近くなる。それが実際剃ることによって濃くなったような感覚になるってことは少なからずあるとは思うけどね。濃くなるってことは本数が増えるってことじゃない。剃ったことぐらいで本数増えるんだったら偉いこっちゃだよね。ということで、剃っても濃くならない。次。若い頃おでこに剃り込みを入れてたら、そのまま M 字ハゲになった。ない。なんかさっきの話は剃ったら濃くなるっていうし、今度の話は剃ったら生えなくなるっていうし、どっちやねん、どっちやねん、どっちやねんっていう話じゃない。もうね、剃ることで濃くなったり薄くなったりなんか絶対しないからね。濃くなる薄くなるっていうのは毛穴の数の話じゃない。剃っただけで毛穴が増えたり減ったりなんて絶対しないからね。ということで、ない。次。ヒゲが濃い人はハゲる。さあ、デリケートなお話になってきました。ヒゲが濃い人はハゲる、どうでしょうね。ちなみにこの俺、ヒゲまあまあ生えてるよね。もう髪の毛どうだろうね、これね。現在50歳、どうでしょうね。後頭部どうでしょうね。ただね、そのハゲるハゲないっていうのは、その男性ホルモンっていうものとすごく密接に関係があると言われてる。男性ホルモンっていうのはこうヒゲが濃くなったりね、体毛が濃くなったり、そして頭は薄くなるっていうものだったりするのね。だから女性がつるっとハゲちゃってる人っていないじゃない。あれは女性ホルモンがあるからね。だからヒゲが濃い人はハゲるっていうのはあながち間違いではない。でも俺のようにヒゲは濃くても髪の毛はいっぱいある人間もいれば、ヒゲが薄いのにハゲてる人もいる。それとね、体毛と頭髪の関係もあんまり関係ないのかなと思うんだけど、俺ね、もう全然毛が生えてないのよ、どこにも。こう毛が多いのは首から上だけ。男の人ってよくほら、乳首からピュッと毛が生えてたりね、おへその周りもじゃもじゃとか、すね毛がボーボーとかあるでしょ。俺ちょっと異常なぐらいに毛が生えてないのね。当たり前だけど脱毛とかしてないからね。でもそんじょそこらの女性より全然毛が生えてないのよ。だからヒゲが濃い人がハゲる、体毛が濃い人がハゲる、絶対そうとは言い切れないけど、まあその男性ホルモンって話になった時に理にかなってるのかなと。なので統計を取った時にはその傾向は確かにあるねぐらいの感じなのかもしれないね。まあなかなかこの世に絶対はないからね。次。エロい男はハゲる。さあ、またまたハゲの話です。エロい男はハゲる。なるほどね。まあ、確かに昔からそう言うよね。でね、もう一つあるのは、女は逆だっていうのがあるのよ。女は逆。まあ、つまり、エロい女はハゲないっていうこと。この話も、間違いなくそのホルモンの話だと思うの。ホルモン。男性ホルモンがいっぱいある人は、当然男性として生殖機能がお盛んってことになるし、女性は、女性ホルモンがあればあるほど生殖機能はお盛んになるわけじゃない。そして、男性ホルモンは、頭髪がちょっと寂しくなるという傾向にある。女性は女性ホルモンが多いってことは男性ホルモンが少ないってことだから、薄毛の傾向がものすごく少ないということになる。なのであながち間違いではないのかなと。
じゃあ髪の毛がいっぱいあるノブさんは男性ホルモンが少ないので生殖機能が人よりも異常に弱いのかということについてはノーコメント、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 ノーコメントとさせていただきます。足からず。雨の日はパーマがかかりにくい。これもね、昔聞いたことあるなぁ。30年以上前とか、なんか雨の日はパーマかかんねえんだよみたいな。少なからず俺がこの業界に入った時、周りの師匠先輩方はそんなこと言ってる人いなかった。もし根拠があるとしたら、おそらく湿気だったりなんだったりと関係するんだろうけど、今考えてみてもなかなか雨の日にパーマがかかりにくいっていう都市伝説が生まれる、その原因、言い伝えみたいなのだとしても考えられる根拠が思いつかないんだよね。でもご安心ください、雨の日がパーマがかからないってことは全くございません。次、白髪は顔周りから生えてくる。これはあるだろうね。30数年この業界にいていろんな人の髪を見てきたけど、やっぱり白髪が生えてくるの、統計的に早いのはフェイスラインから白髪が生えてきます。そしてね、これ全く俺科学的な根拠がないんだけど、どうも顔周りから白髪が増えていくという現象はもうすでにその人自身にこうプログラミングされた白髪の生えるタイミングなんじゃないかなと勝手に思ってる。そしてフェイスラインじゃないところから白髪が増えてくる場合、これは外的要因、つまりストレスの可能性が大きいんじゃないかなと。これ全然憶測、全く科学的根拠がないんだけど、俺が今まで見てきた中でどうもそうなってるような気がしてるのね。これ実はね、俺自身がそうなの。俺自身今でもこうしてみるとまあまあ白髪があるのよ。なんだけどこうしてみるとね、ここにそんなに白髪ないの。ちょっと光っちゃってて分かりにくいんだけど、フェイスラインがあんまり白髪ないのよ。でね、3年ぐらい前までこんなロン毛だったのね。で、いつも自分はこう髪の毛を結んでたから、こういう風にあんまり白髪ないもんだと思ってたんだけど、髪の毛切ってみたらね、こっちにものすごい白髪の、ここもうつむじ周り白髪だらけね。でね、今でもそうなんだけど、こうしてみてここの、ここわかるかな、ここの白髪ないくせにここにいっぱいあるんだよね、こっちに。だからなんかボーンって白髪のメッシュみたいになるわけ。なんかわかるかな。でもとにかくこのつむじ周りにいっぱい白髪がある。こういった人のがね、圧倒的に少ないよね。まあこれがストレス云々とかっていうこととどうかはわからないんだけど、基本的にはフェイスラインから白髪がどん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 増えていくということの方が、これまでものすごい数の人を見てきた中ではそれがごく普通です。次、白髪が生えてくるときは頭皮がかゆい。あると思います。というのも、これも俺の話、俺はここから白髪が増えてったっていう話をしたんだけど、あれは40ぐらいだったと思うんだけど、とにかく毎日毎日ここがものすごく痒かったので、ね、その痒さたるや表面が痒いんじゃなくて、なんか内側の方が痒い感じだからね、書いても書いてもそのなんか痒みが収まらないんだよね。今まで経験したことのない、この表面じゃない内側の痒みみたいな、それをむちゃくちゃ経験したの。ただやっぱりプロだからね、ゴシゴシこう書いたらいけないっていうのは分かってたから、パーマ巻く時のこういう美容師さんが使うこういうクシャでしょ、これのここね、そんなに鋭く尖ってないのね、爪楊枝ほどは尖ってない。でもこの先っちょでね、頭皮をグーグーっと押してたのよ、こう。まあそんなに力いっぱいじゃないよ、グーグーっと押すと表面の痒さじゃなくて内側の痒さだってことはなんか分かるのね。だからこうゴシゴシ書かかずにこれでギューギューっと押さえてたという過去があります。これは一説によるとキューティクルの厚みの関係だっていう話があるわけ。キューティクル分かるでしょ、髪の毛の周りにこう魚の鱗みたいなのくっついてるわけ。それが黒髪よりも白髪の方がキューティクルの重なりが分厚い、つまり一人の人間から生えてくる髪なのに黒髪よりも白髪の方が太くなってるってことになるらしいんだよね。そうすると何が起こるかというとね、こう毛穴から毛が生えてくるわけじゃない。この毛穴の中からこう毛が生えてくる。当然この周りは髪の毛がこうぶつかって生えてきてるよね。こうスッカスカなわけじゃないから。しかもね、2本3本生えてんだよ、髪の毛って。こう穴から。この時に仮に1本だけでも少し太くなったら、ここは窮屈になるよね。窮屈に。で、髪の毛が生えてくる時にこう擦られる。と思うんだよね。今までのちょうどいいサイズでも摩擦が起こるわけだよね。これが痒みを生むんじゃないかという説があります。
でもどちらにしろ俺はその白髪が増えていくときにものすごい痒みを感じた経験があるので、そんなこともあるよ派です。次、ちょい下ネタですので苦手な人はここで動画を見るのをやめてください。シャンプーの泡がにつくと精子が死ぬ。こんなことがあったら恐ろしいよね。世の中の男子は髪の毛シャンプーした時にお湯で流す時必死でこう避けなきゃいけなくなるじゃない。シャンプーの泡を間違ってこのままシャンプーしちゃった日にはもうえらいことになっちゃうね。みんな死んじゃう、みんな死んじゃう、もう人類絶滅の危機だよね。つうかそもそもこんな都市伝説俺聞いたことすらないけどな。でもしこれ今流行ったら面白いだろうね。みんなお風呂に入ってシャワーするときこう避けながらシャワーするみたいな。下手するとなんかビニールキャップかなんかかぶせてやるしかないみたいな。異常にスリリングで異常に恥ずかしくて異常にめんどくさいバスタイムになるな。まあ誰もが分かってると思うけど、そんなこと一切心配しなくて大丈夫。次、女の子の日はパーマがかかりにくい。まあつまり生理の話なんだけどね。女の子の日だからってパーマがかからないってことは絶対ないです。ただね、覚えててほしいのは、女の子の日というのは当然いろんなこう体のバランスが不安定になってるよね。もちろん心も不安定になってるし、パーマに関して言うと頭皮の問題があるね。皮膚の問題、いつもよりお肌がデリケートになってるみたいなね。パーマっていうのはこう液体でかけるから、パーマの液体が頭皮についた時に普段だったら何ともないのに、女の子の日だったらちょっとこうかぶれが起こったりね、トラブルが起こったりなんてことは十分考えられる。だからそもそも女の子の日はパーマかけちゃいけませんっていうふうになってるのよ。でも間違っちゃいけないのは、それはかかりにくいんじゃなくてそういったトラブルが起こりやすいのでやめときましょうねと、そういった決まりね。これは妊婦さんも同じ。妊婦さんも例えばお薬の匂いで気分が悪くなったり、妊娠してない時に比べるとお肌の状態がまたは体質が変わっちゃってて、今まで大丈夫だった人が大丈夫じゃないことが起こりうる。だからやめときましょうと。女の子の人、妊婦さんはやめときましょう。そういうふうに決まっております。あとはね、女の子の日は体温がっていうのもあるでしょ。体温、俺はちょっと申し訳ないんだけど詳しいことは知らないんだけど、女性はこう体温が変わるでしょ。でパーマとかカラーリングっていうのは温度によってものすごく影響を受けてるってことは現実問題としてあるのね。じゃあ女の子の日に体温が5度上がる5度下がるってことあるかって、それはないでしょ。もう本当に1度2度ぐらいのもう微妙なとこだと思うね。それによってだね、パーマがめちゃくちゃかかっちゃったとか全然かからなくなっちゃったってことはないと思うんだよね。なので女の子の日はパーマがかかりにくい、これも完全な迷信です。では次が今回の動画の最後の都市伝説になります。若白髪は長生き。なわけないよね、なわけないよね。白髪と寿命の関係なんてもちろん統計に出ておりません。でも若白髪の人の方が寿命が長い、そんなことはない。ただね、考えられるのはなぜ人々は白髪を嫌うのか、ここに着目するとだね、白髪イコール老いなわけだよね。老いイコール死に近づいているということでもある。だから潜在意識では白髪というのはおじさんになっちゃったな、おばさんになっちゃったな、見た目があんまりよろしくないな、若いままでいたいなという感覚なのかもしれないんだけど、潜在意識では死に近づいていることに対する恐怖不安みたいなものがどうもあるんじゃないかと、俺は個人的にそう思ってるね。でもこの話からいくと若白髪の方が早く死んじゃうみたいな話になってなきゃおかしいよね。なので俺の見解は若白髪は長生き、こんなことはない。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、この都市伝説やるにあたってね、 Facebook の方に投稿させてもらったの。あなたの知ってる髪にまつわる都市伝説何かないですかって。そしたらね、ありがたいことに全国のお友達がね、あれやこれやたくさんコメントをくれた。その中から今日抜粋して俺なりの意見を述べさせてもらいました。ご協力してくれたみんなありがとう。でね、今日ご紹介できなかった都市伝説、実はまだまだたっぷりあるのよ。なので今回の動画がご好評いただいた暁には、続編を制作してまた YouTube の方でお届けしたいと思います。ですのでこれをご覧のあなた、こんな都市伝説あるよと、これって本当なの嘘なのと、そういったものをお持ちでしたら遠慮なさらずにコメント欄の方にどしどしお寄せください。ネタとしてありがたく頂戴いたします。てなわけで今日のところは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた明日会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。